オリンピ戦は5つの艦からなる有機炭素系分子であり、それらの艦のうち4つはベンゼ全ン艦であり、オリンピックの五輪マークの形に結合されている。オリンピ戦はオックスフォード大学のグレアム・リチャーズとアントニー・ウィリアムズにより2012年のロンドンオリンピック開催を祝して2010年3月に考えられた。この分子は英国のオーリック大学の研究者、 アニッシュミストリとデビッド・フォックスにより初めて合成された。また、シカゴ大学のアンドリュー・バレンタインとデビッド・マッチオッティが、オリンピンとその異性体の相対エネルギーを、量子電子構造計算で最初に予測した。オリンピンは、その関係に18個のパイ電子を持ち、平面構造の分子であるため、方向属分子になる。ただし、中央の間は、方向間ではない。 非常に類似した分子は以前から知られており、ちょうどオリンピ線分子から中央のマイナス CH にスペーサーを取り除いた構造である。この分子は X 線結晶学により研究されており、二つの水素原子間の立体的な衝突のために分子は平面上にはならない。一方、オリンピ線では二つの間の間に立体的衝突が存在せず、 平面構造を取ることができる。オリンピンの -CH2 スペーサーがケトン元で置換されているナフトアントロンが数十年前から知られている。また CH2 スペーサーが酸素や陽原子で置換された分子も知られている。陽原子に置換された分子は CSC 角が104.53度であり、これは陽原子が SP2 ではなく、 むしろ SP3 根性軌道であることを示すと考えられている。これは、陽原子が分子の倍軌道の一部ではないことを示唆している。ノッティンガム大学のマーティン・ポリアコフは、オリンピ戦のオリンピック間は、カテナンのように砂状のつながりでなく、触っているだけであると指摘している。カテナンのような座状のオリンピック分子は、1994年にフレーザー・ストダットによって合成され、 オリンピア団と名付けられた。オリンピ戦の合成は、ピレンカルボキシアルデヒドのウィッティヒ反応を用いて、開始する。必要なイリドを得るために、まず、トリフェニルホスフィンを、ブロモサクサンエチルと反応させて、ホスホニウム塩を形成する。この塩を穏やかな塩基で処理した後、トルエン中でイリドをアルデヒドと反応させる。サクサンエチル中、水素とパラジウムを用いて、アルファー。 ベータ不飽和カルボニル化合物を水素化した後、エステルを水酸化カリウム、酸、ついで塩化チオニルを用いて、酸塩化物に変換する。ジクロロメタン中、塩化アルミニウムを用いて、フリーデルクラフツ反応させ、ケトンを形成する。このケトンを水素化、アルミニウムリチウムを用いて還元すると、アルコールの酸、四ジヒドロマイナス五 h ベンゾ、CD ピレンマイナス五オールが得られ、 その化合物を酸性のイオン交換樹脂で処理して最終生成物のオリンピンを得る。操作型トンネル顕微鏡により最初に撮影された。2012年にはチューリッヒの IBM の研究者らがもっと詳細な画像を得るために非接触式の原子間・力顕微鏡で撮影を行った。ありがとうございます。